さあ、前回ね、ここにジュエリー店作ったんですけど、ちょっと客層的かね、ほぼ、売れてないんですよ。この高価な方のね、宝石が。まあ、ここにもあるようにね、一週間売れてないと。料金が高すぎるのかもしれませんね。じゃあ、定価に据え置いてみようかな。まあ、とりあえず売れないとっていうところであるので。で、ちょっとこっちの方のね、都会に進出しようかなというところで、まあ、この5番街通り支配作戦はね、決行する予定で、で、今一番大きいところが30人まで入れるっていう規模なんで、ここ構えてみようかな。40人まで入れる。40人、40人。で、75もあるね。75はちょっと次の過程として、で、最初にね、このゲームの最初に作るギフト店。これをちょっと40人のやつやってみようかな。だレジも複数置いて。で、まあ、置けるものはね、そんなに多くないですけどね。一応都会の方ではあるでしょう。地域マレーヒル。こっちは？地域ガーメントディストリクト。だ違うわけですよね。こっち私が住んでる方はちなみに何て言うんだ？あ、ミッドタウン。だとりあえず、新しい地域進出というところをね、やってみます。まあ、でも5番通り、ここね、支配してるんで。この店舗空き次第全て買っていきますからね。借りていきますからね。買っても行きたいけどね。で、伝説の始まりのお店。あ、競合これ1個しかない。さあ、伝説の中継店。こっからね、お店の規模を拡大していく。まあ、15、30がベースのとこ40、75とね、入れれるようにして、そこに大量の人を配置して、お店そのものを拡大化、大きくしていく。これを。やっていきます。まあ、インテリアとか大変でしょうけどね。で、人ね、地味にもいっぱいいるんですよね。すでに。こう、育成してます。このために育成してますと。で、ちょっと制服は完成し次第考えようかな。まあ、新しいのは作ろうと思うけど。まず、この子が離れないようにね、しないといけないのもあるし。まず、レジは、これ、大きさで変わるんだよね、多分ね。この、40、あ、わかんないか。レジ3か2、2は少なくとも行く予定で。で、今回からちょっとレジのタイプも変えようかな。デカ囲欲しいとこですけど、まあ、とりあえずね。注文もしよう。このレジ行きます。3個置いとくか、とりあえず。まあ、ある分にはいいかなと思うんでね。で、ここでその棚を買うことはできないですね。ギフトショップの棚はないんで、まあ、普通の配送用の棚を買っていきます。さあ、倉庫はね、まだ1個しか使ってないから、3枠中の1枠しか使ってないんで、そこ、いけるよと。よしよしよし、ナイス。タクシー行こうぜ。さあ、伝説の拡大です。ここですか。大きさだよね。あ、大きいね、いいね、いいね。あれ？これどこに棚置くんだ？あれ？これさ、あれ？ ちょっと待って。ギフトショップなんだよね。バックヤードなくないですか？オフィスみたいな 形なんですけど。まあ、いいかな。んな感じで置いてみようか。どこ置こうね。まあ、じゃあこの辺かな。 あんまり置けないかなって思うね。で、先にインテリアちょっと床変えちゃいましょう。高級感っていうところでいきます。押せないですけど。あ、これ壁か。 まず床ね。これの黒とかどう？ああ、まあなんか汚いな。黒でもないし。なるほどね。どうしようかな。エキゾチックな感じにしてみたいけど、普通に黒いね。柄もんではあるけど。こんな感じしてみる。あ、この赤とかどう？わあ、目に良くないね。目に良くないです。あ、ボーダー、赤ボーダ
まあ、床はちょっと普通にしとこうかな。面積が広いからね、あんまり奇抜だとっていうところで。あ、こんな感じかもしんないね。だ、壁の色はちょっと明るめにしよう。これかな。これなのかな、まあ、とりあえず変えとくことでインテリアボーナスがつくんで、まあ、全体的に落ち着いた感じのギフトショップではあるかな。で、掃除のエリアね。わ、やばい、めっちゃお腹空いてるじゃん。大丈夫、ちょっと。飯食べに行こう。ついでにね。この辺にファーストフードって、あ、スーパーマーケットで買って食うか。この店潰れねえかな。いやいや、1個だけじゃん。コンビニとかでわざわざカゴ持たないでしょ。持つか。さあ、店の配置はね、とりあえず終わりまして、インテリアはまだ評価されてないからわかんないか。一応ね、休憩スペース的な、まあ、本棚とかね、コーヒーとか置いてて、ちょっと憩いの場もあるので、これどうかなと。で、ギフトちょっと足んなかったんで、またね、買ってます、今。明日届くんで、それまた入れてきて。で、レジ3つ。さあ、では、配置というか。人はね、こんだけ用意してあります。すべて高くても入れないといけないと。で、今日は日曜日。で、じゃあ、9時から10時までやってみようかな。これも切っちゃおうかな。とりあえず日月始めてみようか。9時から10時。日月、とりあえず入れてみよう。はいはいはい。みんな満たしてはいる？あ、満たしてないね。じゃあ火曜日も行けますかね。まあ、今日は仕方ない。やるはやるけど。よっしゃ、オープン。まあ、私が入ればいいやと思ったけど、紙袋ないから結局 OK だね。紙袋も、ちょっと、お願いはしたんで、来るんじゃないかな。ちょっと待ってね。一旦離れれば来るかもしれない。来ないんかいと。あ、在庫なかったっけな。設定はね、したんですけど。物流担当で、熱の中継店、紙袋4000だね。倉庫に6000個あるから、OK で、ギフトもないと。まあ、多分明日来るのかな。継続的には補充してくんないんだね。立っては見るか。さあ、新装開店。新しいギフトショップ。ちなみに、すでに40人入れるというところで、マーケティングも打っちゃおう。日曜日打てないか。あ、打てる？あ、打てる。お、ナイス。大規模キャンペーンよ。で、21% か。大規模中規模いくじゃん。大規模いける。あ、いけないんだね。そっか。え、じゃあさ、これマックスにならない気するね。この2つで35だもんね。で、価格。これ結構上げられるんじゃないかなと思うんですね。だ、今日はちょっとまだ。いや、楽しみ後に撮っとこうよと。ちょ、この位置あんま見えないな。こうか。こうだな。おー、で、めっちゃくれ。いいね。ちょっと在庫問題。ちょっと在庫これ足んないか。もっと頼んどこう。いや、購買はしてあるんだけど。2000個にしてあるんで3000個くらい買うか。まあ、そんなに。倉庫入んのかな？あんまり置いてないんだよね。で、これ育成枠どんどんね、さっきのようにね、足りてないことはもう明白なんで。よし。これで。プリセットでね。まあ、これが、最初のお店。まあ、ちょっとフォーマルにしてるとこに、こうね、つけて。フォーマル&カジュアルにしてると。で、これが、宝石店だね。まあ、ザ・フォーマル。で、これ新しいとこで、ちょっと飲食店風な、いでたちを
少ししている。帽子はしてないという感じで。で、弁護士一人仕事ないぞ。やばいやばい、入れないと。で、ここね、掃除の人入れてて、まあ、どんなんでもいいんだけど、とりあえず毎日は入ってほしいね。毎日ないしはちょっと間隔空きながらでいいから。っていうのがあるから、ちょっとこれめんどくさいね。はい。いや、でも来てるね、来てるね。いいよ、いいよ。そこで伝説の始まりの店を聞こえてきてるんじゃない？で、ドリンクがない。ドリンクがない。まあ、2つあるからね。で、レジの紙袋もない。あ、バーガーないよ。違うお店の。これは問題だね。ここに関してはな、まあ、明日来んのか。何があんの今。サラダももう頼んでないけど、サラダもなくなりそうで、紙袋が1万あるね。じゃあ、1歳いらないか。サラダ頼む。で、ホットドッグが129だ。ほぼない。全部ないね。これはこの配達じゃ追いついてないのか。連続で頼むくらいの感じか。売れちゃってるのも問題だね。よし。で、ここにはどんどん投入しないといけないから、それこそ、購買物流担当はもっともっと強化しないと。3000の物流の方だね、問題ね。1500にしてあるけど、2500とかいけるかな、置けるかなってとこで。で、紙袋、まあ1日4000個売れないでしょ。さすがにね。こんな感じで、価格設定はまたちょっと後ほど。まあ、こんな感じのね、大きい店舗。今回から攻めていく大型店舗。1号店が、始まったよと。伝説の中継店ね。で、ちょっとまだ物はあるんですけどね。で、今後、まあ、古村の大きめ2号店も作りたいから30あるからね。この45以上の店も作りたいんで。そこをやっていくとして、で、これの成果ですね。まだ価格はいじっていない。まだその性能もあまりないと。入れたばっか。これがどうなるかですよ。行きましょう。ちょっと先にやるわ。さあ、どうなるかと、ドン。おお、まあ76000、まあそんなね、上振れてはないかな。いつも通り感はあるけど。で、在庫はここで急速に戻って、で、もう1日分頼むか。これ連続して入れてもらおう。売れてはいるみたいだからね。で、エッグのビューですよ。伝説の中継店8300ドル、始まりのお店が2100ドルなんでね。まあ規模も違うしってのあるけど、まだね、デジ3に入れてないし、昨日日曜日地点はね。だ、今日の地点も見よう。やばいですね。で、料金、伝説の中継店ね、満たしてます。料金 OK。 インテリアあれで少ないのか、どうしようね。 100% 無理じゃないと思っちゃうんだけど。で、高価なギフト60ドルいってみよう。なんかね、きっと30ドルですね。これ超攻めで、炭酸飲料はいじんないでいいでしょう。在庫はもうフルフル入ってますと。で、ちょっと連続して頼もうかな。購買担当。いや、在庫一気になくなったもんね。で、タバコを一旦減らすか。頼みはするけどね。で、紙袋もまたちょっと大規模にお願いしといて。これ倉庫1とかあるのかな。あ、一応一旦倉庫1に。で、炭酸飲料はもう少なめに戻して。はいはいはいと。ダブル注文。で、ちょっとお店行きましょう。で、今日から多いんだよね。3人体制だよね。おい、タクシーじゃないんかい。黄色く塗るなら黄色く。黄色タクシーか、点検車両の特権よ。あとピカチュウかな。あ、ちょうどオープンだね。ナイス。レジは3人。あのね、赤黒のね、シャツ。飲食店感強いな。ギフトがやっぱ足りてないですかね。いや、物は貼るっぽいな。ありますあります。オッケーオッケー、あれね。棚足りないかな？そこバックヤードないんだよね。この辺本当はバックヤードに
したらいいと思うけど、もう全然考えてなく。で、カゴはちょっとこれ浮かしてるんですけど、客がね、一旦なんか出ようみたいな動きになっちゃうから、ちょっとこうすることで、紛らわしの減らせるかなと。いや、そろそろこっち着替えたいな。服屋行ってみるか、最後に。今回ね、ちょっと料金がどうかだけ確認しようと。で、これ手前が高価で奥が安価になってますね。あ、君はそこに行くパターンだ。あ、はい、そんな払えないと。わかりましたよ。2ドル値下げだね、じゃあね。顧客との対話を今望んでいます。OK、28ドルは買える。で、高価なギフトは普通に今買ってましたね。あ、いや、まだ入れてないか。はいはいはい。人によると。んー、でもまだ改善できるしな、このお店ね。上げることはできる前提で一旦下げると。あ、今高価なギフト買ったね。安価なギフトはみんなが、うわ、でもあいつも手に取らないか。はいはい、取らない、取る。取る、取らないの差があるね。で、高価なギフトは取るみたい。まあ、安価なギフトはね、メインではないから、まあ、来たら確実に寝るようにしよう。で、そのついでに高価なギフト買ってもらいたいんで、高価なギフトの価格設定はしっかりとね。あ、で、あいつ買わないか。いや、いいよ。君は安いのも買わなかったんだ。君はこの店にふさわしくない。帰りたまえ。いや、まだ見んのかな？いや、そこの炭酸飲料でも買ってったらどうだい？どこに行くんだい君は。チープギフトは相当高いんだね。まだこっちも改善できるか。せっかく、でも来て、いっぱい来てるから、売れるね、見込み客は多いわけなんで、多少変われなくともっていうのあるよね。ちょっと料金はね、地道に変えていってます。まあ、ここで見るのがね、正解なのか分かんないですけどね。もしかしたらここで買ってなくても、飛ばしたら買ってるかもしんないしね。なるほど。まあいいよ、徐々にまた上げるから。今は今の価格帯をしろ。ちなみにこれ、ジュエリーの方はさ、売れてるんですか？あの高いの。価格通りにしてるんですけどね。これ1個何千ドルだっけ？ 1個って100個か。その価格見て売り買いしよう。とりあえず売りたいね。宝石を売りたい。ここから買ってくるんで、いつも。まあ価格変動はするはずなんだけど。高価なギフトってどこだっけな？それぞれ、あ、違う、スランカの方、ん？それぞれ3点、あ、そう、ギフトだ。432か。じゃあめっちゃ下げてもいいんじゃないの？ね。うちは安く売りますと。ね。400なんでしょう。じゃあ700ドルくらいでいいよ。よし、あれバカ売れしたらもう、その低価格路線、高価な宝石低価格路線で攻めよう。まだまだ下げろと。いや、じゃあ、まあ、軌道に乗ったら1度ずつ上げていこう。まあ結構ね、帰ってく人もいるからね。まあでも、売れてるからいいや、行きます行きます。これ以上はもう下げない。ここのね、人々はもうちょっとお金があると思ったな。やっぱ次の地域か。まあ今、この、最初にいたね、ガーメントディストリクト地区からマレーヒルに進出してきたと。今回マレーヒル進出会なので、その価格をね、ちょっと見ているところですけど、とか今、マップ見てるだけじゃないんだね。問題としてあれだよね。やっぱまだね、そもそも人がね、満足度としてうまく入りきれてないから、ここね、顧客サービスが低いから、これの上昇が見込める。ので、そこを考慮しないと。よし。よしよしよし。これ後にね、行きますよ。今日のどうだろうな。価格調整はしましたと。利益は、おー、微妙、少な。なんなら少ないけど。驚いちゃいましたね。何が問題なんだ？ 1 万ドル、あ、行ってはいるのか。1万ドル増えてますね。で、価格帯とかその辺の問題はちょっとありますけど、
今98でしょ。こっから良くなっていくのを織り込めば、変える必要はないね。何かが低かったのかな、昨日は。じゃあ。昨日は月曜日か。月曜日だと、店によってあんまやってないのかな。自動設定のやつはね、一番高いはずなんだけど。法律事務所もまあまあ稼いでて、逆に他の時、土日がすごいとか、月曜がすごいとか。まあ、6万1000、稼げてはいるし、まあ1万ドル単位の店がね、一つ増えたんで、これはでかいと思うね。まあ、もともとあったね、小さいところが1500ドルなので、まあ、10倍近く。まだまだ望めるね。営業時間まだ短いし、人もね、対応しきれてないから。そこはいけるぞと。よし。で、100万ドル。あと100万ドルね。あ、待て待て、服がない。そんなことある？購買担当、やってるかい？あ、確かにないっすね。これ最低何個まで買うみたいなの欲しいな。やっぱり服屋がね、やってなかったら結構致命的だな。1500、1500、1500。このちょっと多めに買っときますか。で、新しく服屋やろうと思うから、ちょっと多めにね、持ってもいいかなと。